メラトを語る上で、はい、V トル1が占める割合でどれぐらいなの？8割ぐらいあるんじゃない？いや本当に。じゃあやっぱりもうまだ2割やん。僕もまだ全然できてない部分もあるんで。あ、マジで？めちゃめちゃ深いですね。自由度が高すぎて。マジか。そのやっぱり一番使えてるのはサコさんなの？ V トル1を。サコさんはもうやばいですね。あ、やばい。やっぱメラト使いからするとあれやばい。やばいっす。なんかもう100箱ぐらいあるんちゃうかぐらい、もう何個でもあるって感じですね。じゃあ剛一がそのサコさんがじゃあ10やとしたら V トリジの使い事、剛一はどれぐらい使えてるの？僕2か3ぐらいです。あ、もうあ、もうそれぐらい、まあ謙遜してるもあると思うけど、そんぐらい差があるよ。ありますね。でもそこまで、まああれやね、差が出せるっていうのがすごいよね。あんまこのゲームそのそういうところの差が出ないやん、正直。そうなんですよ。だからこのキャラは取れもして差が出せるんで、ストリートファイターっぽくないっていうのが結構でかいですね。そうだね、はい、すごいやりがいがあります。ちょっとあの氷の V スキル1が V スキルがこれがうざいですけど、これうざい。あの呼んでガードして出すしかない。あ、一応確定あるのか、これ。あります、あります。なんで、あの確定したら基本は相手出してこなくなるんで、中盤連打でいいです。もいや、いける、あと一発。ほら、おお。あ、いや、その前に V リバやってんけどな、とっさで見方。ふぅ、今のやつミスっちゃったな。ですね、ちょっと中足めり込んでたら中足スキルでもいいんで。ああ、確かに、もちろんいい。はい、いい。中間スキルでもいいです、どっちでもいいです。うわ、いった、痛いって。いやー、これやめて。やっぱあれやな。いやー、使うか、行きましょう。やっぱガンガン来ますね。やっぱまああれぐらいやっぱいかなあかんねやな、メラトニはもう。そうですね、うん、で捕まえたらもう打つ、そうやな、のターンみたいな感じで、うん、リスクとか言ってられへんもんな。そうなんですよ。だ、対戦してる相手側からしたらマジでめっちゃ嫌です。ちょ、もう。いいっすね。いやー、楽しい。いやー、むずい今の。ダメか。だいぶ良かったっす。キチャーやっとい。きついわ。いや、今のコンボミスから終わんのショックきついな。やっぱ走っちゃうと負けパターンっすね。今の引きつけすぎたから、てかあれめっちゃむずいよな。その球を取ってからやらなあかんからさ。そうなんです。だからちょっと歩いて球を早めに回収して勝利するっていう。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、そういうことか。歩かなあかんのか。そうなんです。歩いたらちょっと速くなります。はい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 。あそこ結構職人ポイントやな。地味になれないといけないポイントですね。よし、ここで下段やったら勝てるっけ。いや、下段も勝てないです。これ下段も取られない。全部取られるのか。はい、うわ、もう終わった。あ、コーリン結構きついなこれ。これやっぱ V スキルあされると思うんですよね。 V スキルだから読めになっちゃうな。はい、
いや結構きついな、結構寄れる手段も多いし、まあまあめんどくさいですね。めんどくさいな、スキル見せてくるとやっぱ相手ガンガン来るんで。ああそうやな、いやこれ結構めんどくさいな。むずい、長い、これ取れる、取れないんですよ、弾 取れないんで。オッケーオッケー、なんで弾打つのは結構ある。あオッケーオッケーオッケー、弾取れないんだな、はい、だ V トリガー溜まってる時以外は CA か V トリガーでしか抜けてこないんです基本は。いやこれ開幕これダメじゃん、ほんまに。ああそんなんあった、あそんなんあった、いやこれきつ、だいぶこれ変えなあかんな、戦い方ちゃいますね、じっくりいかないといけない、しかもそのセンターでやったら範囲ないもんなこれ、ないんですよ、だから本当に安く済むんで、いやーやりづらいな降臨、影多いなやっぱり、影多いっすね、増えましたね、面白いからね使って、いやほんまにすごい伸びが、うん、嬉しいキャラになりました、結構ゴーキとか使ってた人も影使ってる人多いんちゃうかな、うん確かに確かに、増えましたね、 V スクリーチに注意ね、いいっすね、いやー垂直ジャンプ効いてますね、あー弾がね、弾がないときはもうあのスキルでいいです、スキルだね、中足スキル、はい、勝った、乗り込んだら出ますよ、惜しい、おしよしよしよし、いいっすよ、いいぞいいぞいいぞ、壊し立ち着パンの方が EX スピア当たりやすいです、あジャッキックで前に進んでるからか、立ち着板が一応確か、ヒットさせてプラスが長いんですよ、あなるほど、あそういうことか、はい、いやーねじ込まれた、何やったっけ V トリッチって、 あれか、うわーちょっと、うわなんだこれ、ミガマン勝った、おこれは行くんじゃないですか、あー CA だった、ごめん生 CA だった、まあ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 、あと一発、あいうおお生 CA やったな、その場から、そうですね、いやでも素晴らしい、よしよし、空中 EX サードあれしゃがみにも当たんねや、爆発ブームかなり反対ありますね、うん、あれで無理やり結構触っていけねえんだねえ、よしアビゲールとかになんかすごい猛威振るってると思う、ああなんか強いらしいな、はい、あれでめちゃくちゃなんか押していけるみたいな、そうそうそう、何もできへんみたいな、普通のキャラもいけんすね、ジャッカいやあ危ねえ、ラッキー、いやーむずい、職人だこれ、うおーマジか、ちょっと待ってこれ強すぎるってこの音、オッケー、おいしい、よし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 、あげた、おお、うん、中盤強え、最強、こっから来ますよ、こっから注意注意、はい、来るぞ、うん、こっちの出番だ、
や、いいっすね、逃げれました。ああま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 あ、まあ、投げが長くて、あとちょっとワンチャンリスタル当たるもんが当たれば、いや、フォールスパイラル CA で分かった。あ、でもあ、なるほど、発動したから。そうっす、フォールスパイラル CA でレンガで一応倒しきれますね。え、ああそう、はい、レンガになる。素晴らしい、いいね、いいね、さすがや。オッケーオッケー。まあ影戦は結構なんか、まあ数が多いから、はい、